こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はむくみを解消するトマトを使ったレシピをご紹介します。朝起きて鏡を見た時に顔が腫れぼったかったりすると気分もどんよりしますよね。そこで今回はむくみの原因や効果的な食べ物について詳しく解説いたします。トマトはむくみ解消に役立つカリウムやリコピンを含む野菜です。そんな健康野菜トマトに相乗効果の食材を合わせたむくみ解消はもちろん、血圧を下げる効果やさらに美肌にも役立つとても手軽なレシピを3品ご紹介してまいります。ぜひ最後までご覧になってください。むくみの原因は様々ですが、一般的によくあるのが塩分の摂りすぎによるものです。体には塩分濃度を一定に保とうとする働きがあるので、塩分を摂りすぎるとそれを薄めるために水分を溜め込みやすくなるのです。また血液循環が悪くなることもむくみの原因です。長い間座りっぱなしだとふくらはぎがむくんだりしますが、ふくらはぎの筋ポンプが血液を心臓に押し戻すことができず、足の血液循環が悪くなるためです。きつく体を締め付けるような服や下着もむくみの原因になることがあります。よくお酒を大量に飲んだ次の日に顔がパンパンにむくんだりするのも塩分と水分の摂りすぎによるものです。本来アルコールには抗利尿ホルモンの分泌を抑制し水分を排出させる働きがあるんですが、それ以上に塩分を摂りすぎている可能性が高いのです。ただし腎機能、肝臓やその他疾病や薬の副作用など様々な要因がありますので、一般的な塩分の摂りすぎや血行不良によるむくみではないという場合は、今回ご紹介の解消法はお控えください。むくみ解消にはカリウムが効果的です。塩分はナトリウムというミネラルで、カリウムとのバランスが大切です。カリウムはカルシウムに続く人の体に多く存在するミネラルで、なんと成人の体内で 200g も存在しています。大部分は細胞内に存在し、細胞の外に多いナトリウムと相互に作用しながら適正な水分を保持するのに重要な役割を果たしています。その他、心機能や筋肉の働きを調節したり酵素の働きを調節するなど、いろいろな働きがあります。塩分を摂りすぎてナトリウムが多くなる場合、カリウムがナトリウムを排出させるので、むくみを解消するのに役立ちます。利尿作用や血圧を下げる作用もあります。カリウムを多く含む食品はほうれん草、小松菜、アボカド、バナナをはじめ、野菜や果物全般に含まれています。海藻類、芋類、豆類、肉類や魚介類など生鮮食品全般にも含まれています。ただし加工食品や精製が進むと含有量は減少します。腎機能が低下するとカリウムがうまく排出できなくなるので、不整脈などを起こす心配がありますので要注意です。また塩分自体を減らすには、レモンやお酢などの酸味、ハーブや薬味など香味野菜、そしてお出汁などの旨味を活用するのもおすすめです。トマトを使ってむくみ解消レシピを作っていきます。トマトにはカリウムの他に抗酸化物質のリコピンが含まれます。リコピンは悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、血流改善に役立ちます。トマトを使ってさらにむくみ対策に役立つ食材を合わせたとっても手軽なレシピを3品ご紹介します。1品目はトマトとバナナのサラダです。トマトとバナナの組み合わせってとても意外だと思うんですけれども、このトマトの酸味とねっとりと甘いバナナの相性って意外に合うんですよ。で、量は作りたいだけ目分量で大丈夫です。とりあえずバナナ1本分に対してトマト大体同量ぐらいで作りたいと思います。はい、こんな感じでこれを合わせていくだけなんです。それでは作っていきます。トマトとバナナは一口大の食べやすい大きさにカットしていきます。トマ
マトもね、いろんな種類がありますからね。このトマトはね、フルーツトマトなんですよ。結構味が濃いトマトですね。こんな感じです。そしてバナナですね。バナナも食べやすい大きさにしていきます。はい、トマトとバナナ一口大にしました。あとはですね、オリーブオイルと塩コショウです。このオリーブオイルを少しトマトにかけることで、トマトのリコピンの吸収が良くなります。またオリーブオイルの風味がこのバナナとトマトをうまく合わせてくれるんですよね。はい、そしてこちらお塩なんですけれども、せっかく塩分を減らそうというそういう意味もありますので、甘みを引き出してあげる隠し味程度の塩分を振っていきます。そして黒胡椒です。本当に意外だと思うんですけれども、このバナナとトマト、この相性をぜひ楽しんでいただきたいと思います。軽く混ぜれば完成です。むくみ解消レシピ1品目、トマトとバナナのサラダです。続いて2品目、トマトとアボカドの味噌汁です。トマトとアボカドを味噌汁にするというのは、これまた意外だと思うんですけれども、お味噌にもすごく相性がいいのがトマトの特徴です。ポイントは、アボカドにもカリウムが非常に豊富に含まれています。血流を促すビタミン E もたっぷりなので、トマトと一緒に食べると血流促進効果がアップします。お出汁をしっかり効かせたスープで塩分を減らす効果も期待できます。汁ごといただく調理ならカルシウムも逃しません。材料、本当に今回も目分量なんですけれども、アボカドとトマトを具材に、あとはお味噌汁を作る要領で作っていきます。トマトとアボカドは食べやすい大きさにカットしていきます。アボカドは多少硬くても加熱をする調理の場合は問題ありませんので、ちょうどよく熟れているアボカドでなくても大丈夫です。少し固めだなぁなんていう時にもおすすめの調理法です。トマト食べやすい大きさにカットしました。はい、アボカドもですね、一口大にカットします。ちょっとこのアボカドは固めなので、まさにそういう場合はこのおつゆものにね、入れて柔らかくしてしまうという食べ方おすすめです。お出汁を取っていくんですけれども、今回はこちら、素材だけで作ったまっすぐなお出汁という、私が開発した出汁の粉を使ってみたいと思います。旨味をしっかり作りたいという時に量が調節しやすいので、とてもおすすめです。今回はね、結構しっかりめのお出汁を取りたいと思います。もうこのまま素材をね、入れて溶かしてしまえるので、出汁柄も出なくてね、とても便利です。こちら概要欄の方に記載しておきますので、ご覧になってみてください。はい、そしてちょっと今回アボカドが硬いので、少し早めにアボカドを入れておきます。でトマトはしっかり温めればいいので、アボカドが柔らかくなったらトマトを加えていきます。今回使ったアボカドが結構固めだったので、少しこのような感じで煮ています。でそうすると、固くて食べにくかったアボカドがスルッと柔らかくなるんですね。お箸がひょいっと入ります。こんな感じで、固いアボカドはぜひ加熱調理で召し上がっていただく方法もぜひ試してみてください。はい、そして仕上げにトマトを加えます。味噌汁にトマトとアボカドという組み合わせもね、意外だと思うんですけれども、またいつもの感じと違ってさっぱりいただけるんですよ。はい、そして今回はこの紅麹味噌、これもね、コレステロールを下げると言われている紅麹がね、入ったお味噌なので、血流改善には役立つお味噌です。こちらも概要欄の方に合わせて記載しておきます。でせっかくですね、
今回ナトリウムを排出するというレシピなので、もともと味噌は血圧を下げる効果がある食材ではあるんですけれども、それにしてもちょっと塩分を控えてみるということで薄味で仕上げてみたいと思います。薄味にした分お出汁をねしっかりと効かせてあげると、そのお出汁の旨味だけでも塩分を減らすことができるんですね。はい、火を止めます。お味噌汁というとね、少し季節が暑くなってくると遠ざかりやすいんですけれども、こんな感じで具材を工夫してあげるとまた暑い季節も美味しく召し上がっていただけます。意外とね、冷房なんかで体を冷やすことが多いので、こういう血流を良くしてあげるね食べ方おすすめです。最後3品目、トマトとサーモンのレンジ蒸しです。魚類、特に鮭にカリウムが多く、またアスタキサンチンという赤い色素ですね、この抗酸化物質が血流改善、また鮭にはオメガ3脂肪酸が含まれているので血液サラサラに役立つ食材です。レンジで温めれば火を使う手間もないのでとっても手軽です。こちらも目分量で作っていきたいと思います。はい、鮭をですねレンジで温めて蒸していきます。今回はね電子レンジ使っていますけれども、フライパンで焼いていただいてもいいし、蒸し器を使っていただいてもいいし、お好きな調理で加熱をしてみてください。鮭に少し塩を振っておきます。そしてラップをふわっとかけて電子レンジで加熱をします。鮭の大きさ、量にもよって加熱時間変わってきますので、火が通ったかどうかを目安に出してみてください。鮭を加熱している間にトマトを切っていきます。今回はミニトマトを使ってみたいと思います。もちろんお好みのトマトで大丈夫です。少し小さめですね、プチトマトであれば4等分ぐらいにしていきます。はい、約 200g の鮭を 600W の電子レンジで3分加熱をしました。はい、ちょっと様子を見てみます。鮭からの水分にもね栄養素がたっぷり含まれていますので、もう皮も身もこのまま召し上がっていただくといいと思います。はい、そして先ほど切りましたトマト、このトマトがソース代わりなんですね。とっても簡単なんですけれども、またこの生のトマトと熱々のサーモンがねすごくいい相性なんですよ。トマトを添えていただいたら、仕上げに胡椒です。ちょっとこういうね香辛料なんかを使っていただくのも塩分を少なくする秘訣なんですね。そしてさらに血流を促進するお酢です。このお酢をかけることで血流の改善にもなってむくみ予防に役立つんですね。レモン汁を使っていただいても結構です。こちらのお酢は玉ねぎ、りんご、玄米黒酢をブレンドしたオリジナルのお酢なんですね。角がないので、こういうちょっとかけたりするときにとても相性がいいんですよ。お酢をね、たっぷりとかけてください。はい、このお酢の酸味がね、また爽やかにいただけると思います。こちらも概要欄の方に記載しておきます。はい、そしてあれば刻みパセリをかけてみてください。こちらはね、刻んで冷凍しておいたパセリです。こうしておくとね、長持ちするので傷ませなくても使いたいだけ使えるのでとても重宝します。トマトとサーモンのレンジ蒸し完成しました。今回はとても意外な取り合わせのレシピをご紹介してまいりましたが、ちょっとお味をお伝えしたいと思います。まずトマトとバナナのサラダからです。いただきます。まあ、トマトはもう想像通りですよね。この問題はバナナです。バナナにこのオリーブオイル、塩、すごく相性がいいです。サラダに入れるというイメージはあまりないと思いますが、このねっとりしたバナナとトマトの酸味がすごく相性がいいです。そして次はトマトとアボカドの味噌汁です。
アボカドもね硬かったんですけれども、このように煮てあげるとすっかり柔らかくなるんです。ちょっとホクホクっとした感じで、お芋みたいな感じです。ちょっとお出汁を強めにして薄味に仕上げたこのお味噌のスープとトマト、アボカド、非常に相性がいいです。最近のジメジメっとした陽気や、また暑くなってきた季節にもぴったりだと思います。はい、そして最後、こちらはトマトとサーモンのレンジ蒸しです。鮭にほんの少しかけたほのかな塩分、もうそれだけでも十分満足感があります。そしてたっぷりかけたお酢とかプチトマトの甘みなんかも感じられて、とっても爽やかに召し上がっていただけると思います。トマトと掛け算することでむくみ解消、そして血圧を抑えて美肌効果も期待できるレシピ、とっても簡単なのでぜひ試してみてください。今回はむくみ解消というテーマでトマトを使ったレシピを3品ご紹介しました。むくみの原因になるのは塩分の摂りすぎ、そして血行不良による水分の滞りなどが原因です。身近な食材を活用してぜひむくみ対策に役立ててみてください。血流を良くするので夏冷え対策にもおすすめです。ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。